お疲れ様です。南倉です。今日はですね、圧倒的に有利に生きる方法ということで、年末年始どういうふうに過ごすのかというのをですね、ちょっとテーマに話したいなというふうに思います。担当直入に言ってですね、年末年始は働いた方がいいです。これはね、当たり前なんですけれども、多くの人が休んでる時が、やっぱりチャンスが多いっていうのがありますよね。あと、基本的にやっぱり、わかんないけど、時給とかも高かったりとかすると思うんですよ。なので、基本的にね、年末年始はね、働いた方がいいです。別に、正月家にいたってやることないんで、はっきり言ってね。生産性のあることなんてほぼない。酒飲んで飯食ってみたいな話になると、健康にも良くないしっていうことでですね。本当にね、これ、本当に重要なポイントなんですよ、これっていうのは。もちろんそのね、世界とか社会っていうのは、もちろん、日本社会とかも含めてね、基本的に多くの人が休んでる。これみんながね、この動画見て働くようになっちゃったらまずいんだけれども、基本的にみんな休んでるんですよ。だからすげえチャンスがあるわけですね。例えば、大企業なんて典型ですよね。休みます。なので、その広告の、投下、例えばインターネットの広告とかもですね、非常に、そんなに力入れなくなる可能性は高いんですよね。でそう考えると、個人が例えば、広告を出していくっていうのもチャンスだし、当然ね、正月とか年末年始っていうのは本当になんかやることないんですよ、意外と。やることないんで、やっぱインターネット見てる人も多いんですね。だからインターネットビジネスをやってる人、コンテンツビジネスをやってる人なんていうのはまさに、このね、年末年始は勝負だったりとかもするんですよ。なので、そういった意味で、働くっていうのはね、一番いいかなというふうに思います。もちろんね、社会的に見るとね、やっぱその年末年始働かせるっていうのは、非常にね、ブラック企業みたいなんで、非常に良くないので、そこはね、ちゃんと考えた上で、だから個人でやれる範囲でやるっていうのが一番いいのかなというふうに思います。で、こうやってね、すべてのその常識とかを疑っていくことが非常に重要なんですよ。人生を攻略しようと思ったら当たり前なんですけども、有利な状況でいつも戦わなきゃいけないのね。だから簡単に言うと、本当に、競争が激しいところで、勝負する、競争が厳しいところで勝負するっていうのも絶対やめた方がいい。で、やっぱ一番自分が勝ちやすいところ、勝ちやすいタイミングで、勝負していく。これを徹底的に考える必要があるんですね。っていうことは何かっていうと、勝負できる、マーケットはどこなのか、そして勝負できるタイミングはどこなのかって、いつも考えていくってことですよ。いつもそれを念頭に置いておくってこと。自分がやりたいとかやりたくないとかじゃなくて、自分が勝ちやすいところ、自分が非常に有利に動けるところっていうのを、いつも考えておく必要があるよねというふうに思うんですね。これが結果的に、人生を有利に、運ぶ方法なわけですよ。例えば10の力を出した時に20ね、発揮できるタイミングだったりとか、20発揮できるマーケットだったりっていうのはね、狙っていく必要があるんですね。っていうのを、いつも考えなきゃいけないっていうことなんですよ。例えば、俺の場合だったら、例えばじゃあコンテンツを作ってますということなんだけど、本ってやっぱりね、安いし、やっぱ儲かりづらいんですね、出版業界っていうのは非常に。でもそのコンテンツをインターネット、っていう形でインターネット上のそのデジタルコンテンツに変えることによってですね、利益率も高いしっていう意味でお金も稼ぎやすくなるっていうことなんですよ。こうやって、自分が例えば同じコンテンツを作るにしてもですね、本をメインでやっていくのか、もしくはデジタルコンテンツをメインでやっていくのか、これだけでも全然違うんです。もちろん本の方がいいっていう人もいる、本の方が勝ちやすいっていう人もいるかもしれない。でも今の状況だったらそれは本当あんま少ないなというふうに思いますけどね。はい、ということでですね、圧倒的に有利な、自分が圧倒的な有利なタイミング、そして圧倒的な有利な市場でどんどん勝負していった方がいいよという話を、今日は、させていただきました。ということでですね、ぜひ、皆さんですね、今後の、年末年始か、年末年始に関しては、何かしらの形でね、働くっていうのを、やってみてください。ということで、また次回お会いしましょう。